ひまそらさん、もうネタが細分化してきたよね。なんか大きいのはないんで今。ヒッツガジェットアカ、なんか YouTube 開くとおびただしい数のコーマルボコラボとひまそらさんの関連の同じ内容の動画が上がってて笑ける。時事ネタだし再生回数もあるし、動画にしたくなる気持ちもわかるけども、皆と同じ内容、事実個人の感想の5分程度の動画を作るならもっと違うベクトルでやったらいいんじゃんと思うけどね。そうかもしれんな。でも一つ言わせてくれ、ヒッツガジェットアカさんよ、俺は早いぞ、だいぶ。俺だいぶ早いと思うよ、俺。もうここで改めて言わせてもらうけど、俺めちゃくちゃ早かったで、俺これに乗っかんの。便乗便乗ってまあ言われるのはまあしゃあない、もう便乗してるからいいねんけど、俺は早かったよ、便乗組の中でも。それだけは俺は自慢できるわ。師匠が極左のこと調べたりしてなかったら、この話題でライブには、そうやな、まあ、好き。だから、俺は左翼に興味があるのは間違いないよね。だから、まあ、いろいろ、突しに行ったりするのも、そういうことやね。乗るしかね、このビッグウェーブに。俺はだいぶ早かったという、どやりたいのと、ベクトルで言ったら、俺がやってるこれとか、ベクトル違うと思うんだけどな、他のチャンネルと。で、このスタイルでやってるのは俺だけやろ、おそらく。この件について、二丁ちゃん祭り、毎日生配信で喋ってるの俺だけやろ。ベクトル、ただなんかうちはさ、まあ、弱小やから、変なチョコさんとか、その辺に比べたら弱小なんで、あんまりヒッツガジェットタイムも、ひまそらさんもひょっとしたら認識されてないかもしれんけどさ、俺はまあ違うんじゃないかなと思ってるんでね。まあこれも、まあ生配信なんでスラ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 解説、まあ解説しようと思ってないからな、俺はな。なんかみんなでワイワイ、どうのこうの。一応まあその、ゆめにゃん祭りっていうのをテーマにして、まあこのネタ出してって、まあみんなでワイワイ言いたいなっていう。ほんまや。このことで替え歌作ってんのも俺だけやで、ほんま。それだけは絶対俺だけやわ。俺だけやし、あの替え歌のレベルに達するものは絶対いいっていう自信はあるわ。他もし真似する人がおったとしても、絶対俺には勝てへんという自信があるんで、まあそれはやりますけどね。ただあの替え歌は惜しむ楽部は発表できひんってことね。大っぴらにできひんっていうのが最大のネックやね。まあいいけどさ。逆に、まあ、ソラさんに迷惑かけるやっけ。山本一郎みたいな。まあね。だから俺は別に全然踏み込んでないし、解説すらもまあ最低限しかするつもりないし、俺はそこで勝負しようと思ってないんで。まあ、それでワイワイ言って、まあ独自の考え方とかを語るだけやし、ちょっとまあ俺のとこは、うちのとこは色が違うかなと思ってるけどね。うん、ね、あの切り抜きをガンガン上げてんのは、まあ再生が回るからね。再生が回るのと、まあやっぱり生配信をアーカイブで見直すと変な間とかがあって、やっぱりなんかこう間延びしてる部分があるんで、そこを切り取って見やすく見てほしいっていうのもあって、まあ切り抜きを本チャンネルの方に上げてるんやけどね。まあ再生数が回るっていうのが一番やけどね。ゆめにゃんの手下とか見ててほしいんやけどね。なんやったらここでチャットでガンガンその二藤さんそんな悪くないとか言ってほしいんやけど。でも、僕めっちゃバトルすんで、まあ。ぜひとも来てほしいですけどね。ゆめにゃん側の人に、ね。危険な橋を渡るっつって。でもみんなでこう、わい、おちょくったったらいいな、こんなもん。ね。ほんまに。おちょくるスタイルや。もううちはおちょくるスタイルやから。俺は、少なくとも。で、その俺のおちょくるスタイルが好きやっていう人が、まあ、集まってくれたらいいかなと思ってるんで。いやー、このチャンネルキモーいって。影で言わんとこっちに言ってきてくれたらいいのよな。どこがキモいのって聞くやんな。何がキモいのって言って。もう信者が離れてきてるかも。信者いんのかなそもそも。まあいるにはいるんか。ゆめにゃん大好き。手下は日本語がわからん。そこね。それね。こう合法的におちょっくればいい。まあ別に。俺は突っ込みどころを見つけて突っ込むのが好きやから。昨日の何やったっけ、あれ
紹介してないって書いてないから紹介してないんですみたいなやつ、あれあんなもんおもろいよね。ツッコミどころ満載やん。もうすぐ、ほんでさ、ちょ聞いてやん。紹介してないって書いてないから紹介してないんですっていうやつ切り抜きにして本チャンネルに上げたら、コメントがついてて、どういうコメントか言うと、全部読んでへんねんけどな。どういうコメントかって言ったら、だから俺が、切り抜きで言ってんのが、紹介してる、してないって、紹介してないって言ってるから紹介してないんですって言ってたから、だったら暇そらさんも、誹謗中傷してますなんて言ってないから、誹謗中傷してないんだよねーという反論に対して、最後締めで、論破、はい、論破 100% って言って終わったんよ。それに対するコメントなんやけど、それは正確には論破じゃないっすねとか言われて、クー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 も全部読んでへんねんけど、うっとうしがる、クー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 、こういうことなんで、それは論破とは言いませんみたいな言われて、いや、あれが論破じゃないことぐらい分かってんがな、俺がってよ。それは論破っていうのはちょっと違和感あるなと思いながら言ってっけど、あ、消した。コメント、コメント消したとか、ブロックしたった。まあ、正しくは論破じゃないことは俺も薄々感じながら言ってたんやけど、面白さ優先やんけ。そう、もうそう、ローリングさんの、別に論破かどうかなんてどうでもええねん。はい、論破ーっていうのがおもろいねんけ。絶対あんなやつ、あれやで。リアルで手やったらおもんないで、居酒屋とかで喋ってても。ルックね、ね、なんかこれ、なんかおもろい。俺が、例えば俺とそいつが居酒屋で飲んでるとすれば、まあ俺は酒飲まんけどね。で、喋ってるとするやん。ほんで、喋ってて、ここで、はい、論破ーとか言ってたら、横から、それは正しくは論破と言いませんね、とか言ってくるんやろ。舌を打ちてしまう。っていうコメントが入ってましたけど、速攻ブロックしてやりました。イラッときて。そこじゃねえんだよ。じゃあ何やねん、ほんなら。反証か。何やねん、もうわか知らんけどさ。そこは論破って言うのがおもろいんやろうが。この会話の流れ上。絶対女の子にモテへんやろね、多分。うん、左なんか何なんか知らんけど。絶対モテへんよね。ほんまに。もうセンスがない。もうそこを突っ込んでくる、うん。っていう話ですわ。気持ち悪い気持ち悪い。